はい、電池が切れたんでね、こっちでね、続きを取りましょう。東神天皇陵、皇后陵のね、周りちょっと回ってますけどね、先ほどね、ちょっと行ったんだけど、礼拝堂にね、スマホの電池が切れまして、今、ビデオに変えたんですけどね、これね、まっすぐ行ったら、あれがあるね、修羅が出てきたところがあるんですよ、左側行ったところね、どこやったかな、この辺やったな、おお、カラスか、これ左当たった、あの辺ですわ、これ、あの辺ね、左行ったところね、これ仕事かな、ちょうど行ってみよう、カバンいらんかいで、いらん。こうやった、いや、これちゃうな。こちらから入るところどこあったんやけどね。この横ですよ、この。なんか記憶、マナスやったからな、あれ。これな。これです、これ。巨大なね、古墳ですかね、前方後円を。これ回ってますね、その当時ね。大きいやつはほとんど回ってますけどね。これですよ、これ。奥行きが。ね、見えないぐらい。奥行きが何百メートルもあります。ほんで、横幅がどれぐらいあるんやろ。横幅ちょっと見てみましょうかね。この辺から見える横幅。横幅でもこれ300メートルぐらいあるんじゃないかな。300メートルあるんじゃろうね。もっとあるかもしれんね。300メートルで400メートルあるんちゃうかね、これ。これ。ずいぶん時間かかりますよ、これ。ね、水入ってないんですよね。水は。横ね、歩けるんでね、ここがね、見れるんですよ。夏の暑い時にね、あれがわからない、道がわからんのでね、うろうろしましたね、ここ。ずいぶん外をうろうろしてね、今の入り口わからんでね、ずーっと横の住宅地をね、徘徊してましたけどね。これ一回回ってもらうか、これ。一回回ったら10分以上かかるぞ、これ。あー、綺麗に残ってますわ。水入ってないですけどね。これ、宮内庁の管轄だとこんなんで全然入れないんだ、中ね。C のやつはね、まあどこも緩いんですわ。C とか県のやつはね、緩い管理やが、どこでも滝が入れますわ。よっぽどこなければね。いやー、こんな大きかったんかね。一回回ってんだけどね。水は入ってないね、どこもね。そこからが公園風になってね、そこのくびれからね、ずいぶん時間かかったでしょうね、作るのにね。丘の上になってるから、横の包みはね、ほとんどいらなかったから、ね、そこだけ掘ってね、上に土を持ってね、やればできたんやろうけどね。まあ大工事でしょうね、昔ね。こんなんで、すごいですよ、やっぱりこの木がもう何百年もね、このまま誰も入ってないんでね。で、土地によって生えてる木が違いますからね。竹ばっかりのとこもあるしね。いや、竹ばっかりじゃなかったな。竹とかいろんなやつが混在してたな。竹がとにかく今多いですわ。竹の勢いがね。ああ、思い出した思い出した。これもう一個向こうにね、どちらかなんていうかな。大きいやつもう一個向こうにもあんねんね。その、山高線の向こうの方にもあんねんな。
あれもあったんやわ。あれも夏の暑い時にね、回ったんですよ、石ころとね。僕は、向こうの自治会かなんかのところに駐車場があって、あれ止めてね、このまま閉めようとしてありましたけどね。え、ああ、ここから来ましたね、前ね。住宅地があるや、走歩き回ってね。こっちも水入ってないですね。これはやっぱ大きいわ。よう残りましたね、これだけ大きいのがね。大概ね、戦乱の時代にみんなね、ね、お城にあったんです。戦後400年頃にはね。だから大体城跡となっているところが多いんですけどね。ここでまだ、ね、明治、大、こうか。あれは、明治、江戸の後期から明治になってからですかね。こんな広さですよ、これ。ここ相当あるね。4、500メートルあるね、これ。ね、4、500メートルあります。これ、公園分のもね。公園分の方がものすごく大きいね、これ。この辺でどっか出てきたんだけど、どっから、ここから出てきたよね。木がいっぱいこう倒れてたけど、もうないよね、みんな。みんなね、ああ、切ってあるね、全部。なってきたでも、この木がすごいのが倒れてましたよ。まだ残ってるんだよね。2年ほど前の台風ですごかったらしいけどね。こんなんですわ。こういう風をずっと回るとね、どっか神社があったかな、記憶によると。まあ、2回目やったら余裕やね、回ってもね。何があるか大体わかるんでね。まあ、ほとんど2回回ってないな、1回やね。おお、これどうなってんだ、これ。これはどうなってんですか、ああ、木が、枝が出てるだけか。枝が出ただけですね。水が入ってないもんでね。ほら。この円墳は大きい、ものすごく大きいですよ、円墳はね。ずーっと円墳なんでね。はい。この付近ね。この付近、八尾飛行場に近いんでね、よう飛んでますね。自衛隊のヘリとかね。あと、小型飛行機と小型の飛行機がね。あれは、自衛隊じゃないな、普通の飛行機やな。このヘリコプターやな。この大きさやで、この円ね。どれぐらいあるんやろ、これ。円だけでもすごいぞ、これ。あれ、こんなとこ、こんなとこ走り終わったんっけ、これ。こんな来たんだけど。え、車来ましたけど、どっち行くんかな。こっち来る？こっち来る？こっちに来まっか。この狭いとこ。おお、行けるのかいね。おお、いっぱいやな、いっぱいで行けるな。いやいや、ワンちゃんおるぞ。ワンちゃん、うわ、これ大きいね、これ。来たらいいのかね、これ。これまだ公園を回ってますよ、公園を。これずっと公園をです、まだ。ほらほら、またバイクが来た。ちょっと避けましょうか。これ、ほんまに大きいね、この円墳。これ、こんなこと見たけど、こんなんですよ。これ、ここからね、興奮の方見ましょうかね。はるか先ですよ、これ。あっこやからね。
まだ300メートルあるかね。いやー、風がうるさいね、風が。風音が。お、水入ってるか。いやー、入ってませんね。水入ってるかも、入ってなかったですね。今年暖かいんでね、もう見てくださいよ、これ。草がもう青々してましたろ。こんな状況やからね。先ほど水仙の丘行ってもね、こんな横周りね、畑ね、こんな状況でしたわ。普通枯れるんやて、みんなね。だから枯れないから、寒くないから、水仙が全然ね、もう全然開きませんでしたわ。花もまばらしね、茎も全然伸びてないしね、あんなになってね。ほらほら、ついに1回って回ってもたね、これ。まあ、今回2回目だけどね、3回目ちゃおうかな。ひょっとすると3回目かもしれない、なんかの時ね。いや、2回目ね。いやー、わからんな。この大きさやからね。いやー、失礼しました。これは、あの、前方後円方をずっと回ってまして、ね、大きいところばっかり。前方後円方の200メーター以上いうのね、さっき回ってて。で、150メーター以上ぐらい回るかということでね。で、とにかく全部回りましたわ。あの、近畿じゃ、大阪と奈良はね、全部回りましたけどね。それから今はもう小さいやつもね、なんかいろいろ回ってるけど、実際の楽よ、回ってもすぐやからね。 100m ぐらいの高温でもほんますぐですわ、噴球がね。なんか 400-500m あるともう回るだけでも15分20分かかっちゃうね。法人天皇陵でも30分40分かかっちゃうかな。まあ全部回れないからね、横をね、住宅街を回ったりするんでね。一番最初まだどこやった、どこやったっけ。ああ、仁徳天皇陵ですわ。ああ、あれ40分ぐらいかかったんやろかな。これやっぱすごいね。あ、ここが神社やわ。ここ神社や。あれ神社。あれとこないな。あ、ここから入れんねや、神社ね。ここ神社です。こんなんです。ヨシがいっぱい入ってますよ、ヨシがね。いっぱい。水ないね。水なかったっけな、夏。ちょっと夏は記憶ないね。これ回ったんだけどね。もともと水をね、ここ入れてはるんでね。この辺水どこから引っ張ってくるのかね。まんま水だけだろうね、これ。いやー、またワンちゃんだ。怖いんやろな。はい、すんまへん。はい、ごめんね。はい、ありがとう。ちゃんと挨拶していきよう。犬でも挨拶するのにね。鼻で、あの、足にちょっと下がっていってる。はいはい、こんなんですよ。もう電池が持つか問題やな、これ。もうさっきからね、1個やでね。ずーっと1個やから。さっき、スマホの電源が落ちてね。これもちょっとね、王神殿の領のあの、礼拝堂のとこ行きたいんだけどね、礼拝所に。持つかね。そこで持たないと、わからんな。持ってほしいんやけど。悪やけどね。悪ですよ、これ。見てください、これ。横幅がこう、こんな感じやから。300メーターぐらいありますね、これ。縦が4、500メーターあるんやろね。ああ、すごいですわ。王神天皇陵、皇后陵って、王神天皇皇后陵っていうの書いてあったのな、私が。おお、ここにもあるんやわ。ここにもほら。ほら、こんなとこ見とる場合じゃないかな。これ、ほら。あれ？何とか言ったろ？
分岐290m、 290m、 やっぱ300でしか合わねえな。だからおそらく290ってことは横ちょっと入れて 350m 一番ちゃうな、ね、中爪の御事漁って書いてある。もうこんなんです。これ290m やから350m ぐらいね。350m しかないかね。横のもっと狭いんかね。あれこれちゃうんじゃないかな。あ、そこは私有地。え、私有地？ちょっと待てや。ここはなんやな。こっちは。ここは神社かね。ここは私有地だった。それは失礼しました。この前そこを歩いたんだけどね。ご遠慮くださいって書いてある。ここ、ここ置いてある。ここから、おぉ、あらあら、小室児童公園。礼拝所、もうしばらくや。そこはどうやったか、古室古墳やったかな。そこ150m やね。150m やけど、すごい敷地がね、すごいことあるんですよ。だから200m の300m ぐらいじゃん、これな。これそうです。これがね、古室古墳。横幅がすごいんですよ、これ。で、縦でも 200m 以上あるかもしれない、これ。300m じゃないか。これね。さっきこれ行きましたけどね、中は走破したんですけどね、縁墳の方からね、方墳のぶち切りでね、歩いたんだけどね、それはええけど、礼拝所、なんとか持ってよ、電池。ああ、あれ取れないやんか。法人伝道料だけでも、取りたいのにね、取れないか。こちらのが緩いですよ。富士寺のね、感覚で、ね、来ました。今来ました。ここ左やね。左で車来たらちょっと見ようか。ここ左で、ここや。ああ、なんとか電池持ちましたね。はい、失礼します。ほぼ一周回ったんやけどね。いや、一周回ったんやで、ね、途中でスマホが切れたからね、カメラ変えたんです。はい、失礼します。はい、失礼します。これでちょっと見せてもらおうか。なんて書いてある。同じ運転だろうね、おそらくね。これすごい大きいんだけどね。きれいに掃除されてますからね。いやー、なんとか電池持ちました。ありがとうございました。